飛行中のヘリオス。ヘリオスは、アメリカ航空宇宙局が開発した、太陽電池と燃料電池を電源とする無人のソーラープレーン、パスファインダーの実験機。無人機製作に長けた、エアロバイメント社が、NASA のエレストプロジェクトのもとで開発した機体である。2001年8月13日、高度96,863フィートを達成し、 プロペラ機としての高度記録を作った。この高度の空気は火星の大気と類似しており、この成果を受けて NASA の科学者は将来、パスファインダーが火星の大気圏において使用できる機体になる可能性を研究している。2003年6月26日、ヘリオスは故障し、ハワイカウアイ島西約16キロの太平洋上に墜落した。NASA によるとこの実験で パスファインダーの概念を立証し、実際に実現させたとすれば、数ヶ月間の連続的な飛行を行うことも可能であるという。それゆえに、パスファインダーがいつか人工衛星の代替として、大気圏内衛星とでも呼べるものの先駆けになると、している。NASA はパスファインダーに関して、以下二つの大きな目標を掲げている。小規模なペイロードで 30km 近い高校道。 飛行すること。非常に長い滞空時間を達成すること。太陽電池を供給したのは、カリフォルニア州、サニーベールにあるサンパワー社であり、ケーブル類が機体配部の太陽電池を遮らないように配線している。燃料電池は、被再生型か再生型のいずれも搭載可能である。ローンチドフロムカウアイ、ハ、は、イ、い、フライングヘリオスブレイクスワールドレコード。 ありがとうございます。